もう、デッドバイをやる。バレても。デッドバイをやる。やっとコントローラーが動く。こんなに楽しいことあったの。とも同じとこに来てる。もう、このパーティー。誰に来てるのか知らない。プレイングじゃねえかよ。もう4人とも同じとこに来てるんだよ。調整するのがマジ大変。4人とも同じ動き。名称でしかもついてるし巡回してるから長期戦だ。発電機の位置を行ったり例外的にやるか。どうせ時間かかっちゃうから、これを解くためのあれが必要だから。するようにしよう。そうそう。天気の話し副体制も入る。あ、多分いい。しかいないもんな。本当腹立ってくるよな。まともなのがいねえからな。発見機も。いや、もう長期戦で時間かけよう。俺が下手にやるよりは発電機の位置に入った方が。気になる一手を打たないと思う。どうせすぐ助けてもキャンプをしちゃう可能性があるから、もう計算しないといい。ほんと綺麗に同じ動きするよね、野良って。こっちに入る人はいないのか、一人ぐらい。発電機ってないの、こっち。そうなんだ。あれがあるかな。サムネや。奇跡の存在だよな。いやー、もう逃げるだけ逃げりゃいいもの。これしてどうすんの。もうゲーム崩壊だろうよ。終わりだろうよゲーム。じゃあ終わりね。あ、じゃあもうやんないよ。で、野良が選んだんだろ。まだ勝てたかもしんないのに、野良のやってる行動は赤点の行動しか取れないから、これをしたとでもう終わりなんだよ。助けに入んないよ。終わりなんだよ。これをしたらゲーム壊れるんだよ。まだ戦えた可能性があるけど、もう戦えない可能性になったんだよ、これで。可能性としてはもう戦えないレベルになったよ。もう俺は抜けるよ、これ。こんな奴らとゲームしたくないから。3人で勝てないのか？じゃあ3人で勝てる体制は取ったか？
3人だった場合に勝てる体勢は取ったか、最善策打ったか、一つ一つの動きが看板で同じところを回すっていうお笑い行動で、一つの一つの行動を見て的確にやった、理にかなった行動を取った、一つ一つの行動が看板でダラ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 やってた、一つ一つの動きが緩慢で、もうダラ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 やってたら勝てるものも勝てないよ。もう三人になる想定して、次の発電機で。やらなきゃならなかったけども、こういう野良ばっかり。あなたたちはゲームじゃないんだ、あなたたちのやってんのは。その人数がいなくなったら人数がいなくなったように動くんだよ。発電機の台数を減らすような動きをもうやっとくんだよ。角のキャントンでしょ？もう角のキャントンのキラーだからもうやられた方がいいやん。次のゲーム行くわ。時間が無駄すぎるわ、こんなのとゲームして。前だな、ただキャントンするだけのやつだろ、もう戦う価値ねえだろ、もう早く終わった方がいいや、次のゲーム行くわ。野良はもうすごいからね、あっち戦なの。なんで野良がモブって言われちゃうのか、モブキャラって言われるか、なんでか分かる、あっち戦なの。もうじゃあやられないといけないの、ハッチ戦とは。やられなかったらハッチ戦なんねえじゃん、3人やられなきゃ。じゃあやられたらいいじゃん、誰か3人あと2人やられる動きはできないのか、君たちは。どうやって勝つ気でいんの、これ。発電機回してないわったじゃん、もう見捨てて。どうやって勝つ気でいんのか説明してほしいわ。もう、これは次のゲーム入った方がいいわな。こんなのに、命かけてると、無駄なことが生じるわ。やられたらやられたでいいから次のゲーム入ろうっと。もうやらんよ。割り切りだから、こんなゲームに命をかけることはできません。キラーが、つまんないキラーだから、こんなのにまず真面目に関わってることが時間の無駄。真面目にやるだけ時間の無駄。もう、発戦の用意だから、もう発戦しかしないから。発戦かやられたらもがいて次のゲーム行く。もうやる価値がない。ゴミキラーとは。真面目に関わる。あなたたちが真面目に関わるから喜ぶんでしょ、これ。あっち戦にしかしないようなキラーじゃん。ほんとつまんないキラーじゃん。あっち戦にしかしない。もう。つまんないじゃん、こいつ。この辺の発電機ってあんの？ないね。早く終わろ。ほんと使えない奴らってさ、ハッチ戦なのにすぐもがいてやめないの。これ嵐と同じだと思うよ。ハッチ戦なのにもがかないって。もがいてやめないって。ハッチ戦じゃん。ハッチ戦なんだからやられたらいいじゃん。早く終わりゃいいじゃん。チェイスなんかしないで。痛いけど、ハッチ戦だぜ、ハッチ戦。ハッチ戦になってんじゃん。終わりゃいいじゃん、もう。なんでこれでやってんの？もう、キラーがキャントンなんでしょ？キラーがキャントンの悪質キラーだから勝敗はつかないの。悪質キラーなんだから俺たちの勝ちなの。もう僕らの勝ちだからもういいの。やんなくていいの、悪質キラーだから。
悪質性が高い行動しか取らないキラーでしょ？悪質性が高いでしょ？じゃあもうやんなくていいじゃん、こんな適当。なんでこの適当頑張ってやろうとしてんの？早く終わったらいいじゃん。俺終わるつもりだよ、こんなつまんない適当。時間が無駄でしかないもん、こんなのとあっても。もう、こんなつまんないような、面白くもないことするようなキラーと、戦ってる時間が時間の無駄。何しろってのこんなつまんない時に。何をしろってのこれに。こんなゲーム冒涜してるやつとゲームはしたくねえんだわ。嵐だと思ってるから、別に嵐に負けだっていうか、形上は負けてるかもしんないけど、反則負けだから僕らの勝ちだから、別に俺も何もしなくても勝ちだから、確定だから。反則負けなんだから、キラーの。反則キラーに対して何やればいいの、これは。まあ、せめてこっち方面にあれば回せるんだけど、こっち方面なんもねえんだけど。別に捕まったらやめるよ。まあ、生きてればなんかいいことあるかもしれないしね。こことここと？こっち側にないの？本当に。俺見間違えてる？あ、頼りすげえ。発電機のこの、発電機の適当な配置。ええと思うわ、発電機のこの配置。まあ、少し頑張ってもいいと思うけど。なんでこんなにさ、発電機の配置がこんななの？発電機の配置がさ、こんな、わけわかんねえ配置になってんの？
天気の配置がわけわかんないけど。これが、これがヒロちゃんデスボルス、スーパースター楽しい、最高のプレイ。このプレイがダメだってやつ、デッドバイを知らないんだよ。綺麗に勝てばいい。違うんだよ。もう一つの道があるんだよ。どう切ってでも勝つんだよ。何と言われても勝つんだよ。チームのためだから。俺が一番適してんだから。俺がこれをしないで何がある？何と言われても勝利を掴んだのは俺だよ。スーパースターヒロちゃん。こんなキャンプしかしないような敵なんかには負けらんないんだよ。ヒロちゃんがいれば、チームは勝つ。みんなハッピー。勝ったのはヒロちゃん。あー、楽しい！勝ったのはやっぱりヒロちゃん。楽しい。俺が間違ってると言うなら、デッドバイを冒涜してる。ヒロちゃんのプレイスタイルが正しいって言えないやつがいっぱいいるんだよ。全部言ってんじゃん。8000なんだから。俺が適してるものを持ってるのに8000やらないっておかしな話じゃん。